こんにちは、まだまだやってまいりました。この間声優行ったら、前回言ってましたよね、ハートランドビールあったんで、買ってきました。とりあえず、いただきたいと思います。では注ぐとこから見ていてください。ですね、これキープしておきますね。大丈夫。それでは、前回ねストリートピアノを語るやりましたけども、今回は第2回ということで、またストリートピアノをちょっと叶えたいと思いますので、よろしくお願いします。では、いただきます。あ、おいしい。今日はちょっと蒸し暑いですね。ただこの家はね、日当たりが悪いんで、あんまり気温がね、上がらない。なので、扇風機だけでしのげてます。多分皆さんの家とかね、もうエアコンとかつけてくると思いますけど、この部屋はね、年間通して1ヶ月ぐらいだけですね、やるのを使うのは。ほとんども扇風機でいきます。まあ7月中頃ぐらいになったらちょっとかなりきついかなと思いますけどね。今日はおつまみありません。ちょっと買ってなかったんで、ビールだけです。曲の方ですけども、だいぶ出来上がってきました。今ね3曲ぐらい作ってるんですけども、なかなかこの決めの部分ができなくて、ちょっとね止まってしまったりしてますけども、まあ毎日ちょっとずつなんていうの、ひらめきとかで、インスピレーションが湧いてきた時にちょっといろいろ手直ししたりしてやってます。なんでもうちょっとしたら弾きに行きますので、ぜひ楽しみにしておいてください。今日は6月の27日土曜日です。昨日がちょうど夜勤明けで、ほとんど出てなかったので、その後ゆっくり休ませていただきました。今日はねどこも出ずです。ちょっと部屋の掃除したり選択したりしてました。皆さんどうですか？コロナの方は大変ですね。旅行も行けないし、まあ、国内はねまだ行けますけどね。ストリートピアノ協定機はまだ行けないようです。かなり慎重になっているようですね。東京の都庁の方もそっちの展望室は空いてるけど、ピアノはまだ行けないという厳しい状況になっているみたいです。また感染者はね、昨日かな、54人ぐらい、ちょっとまだ増えてるんで、ちょっとね、心配ですね。京都は感染者出てないのは聞かないですよね。笠木町のストリートピアノ、結構 YouTube でもね、笠木町のピアノ聴いてる人出てますね。ちょっと聞いてたんですけど、やっぱり響きが見えるね。人もいないし、で電車も片側の方が1時間に1本だから30分に1本ぐらいですね、両方の方向が。だからその3時間くらいの間は電車の音とかも何もないんで、聞くのはそのタイミングで聞くのがいいと思います。でお客さんもほとんどいないしね。今日知ったんですけども、笠木町は西日本で一番人口が少ないそうです。といっても町内自体が、町内エリアがほとんど山ばっかりやし、仕方ないから家とかっていうのはもう駅周辺しかございませんしね。他は山ばっかりです。
いけますね、アップルの美味しいです。1本285円税別です。今ね、テレビ見ながら音消して喋ってますけど、なんかこうマリーナ映ってますね、海ですかね。あ、静岡県の伊東のマリーナ。静岡もね、時々行きますかね、やっぱり魚が美味しいですね。ストリートピアノの旅でも伊東駅の東海館っていう、文化施設にストリートピアノが期間限定で置かれてたんで行ってきたんですけど、どんどん聴いてる人はいなかったですね。結構ピアノの有名な YouTuber 結構いてたんで、メイン伊豆の方に。まあ今までで行った中で一番良かったとこ、ここかな。まあ気持ちが引いてて気持ちが良かったのは長野県の南信州豊岡マルシェですね。スーパーとかが入ってる、ショッピングセンターっていうんですかね、そこのね、ちょうど屋外にあるんですよ。だからね、日差しも浴びて風も浴びて、ちょっと左見たら山ですしね、自然も豊かで、すごい見てて気持ちが良かったです。ただ音はこう広がっちゃうんで、あんまりほとんど反響はないですけどね。まあ近くで聞いてたら結構いい音になってたと思います。あとね、六甲山サイレントリゾートホテル、旧六甲山ホテルですかね、なんかリニューアルオープンしたみたいで、ここの中にピアノが置いてあって自由に弾いてくださいということらしいんですよ。だから宿泊しなくても行けると思うんで、そこはちょっと行ってみたいですね。だから宿泊してるお客さんとかもね、おられるんで聞いてもらいたいなと思います。ちょっとね、車で電車とケーブルってちょっと時間がやっぱり車になりますよね。まああっちまで行くんでしたら、何でしたっけ、他の駅、神戸の北の方ね、マリアに近い、グランドピアノ、エコールリラですか、ショッピングセンターね、そこのグランドピアノね、また。京都駅のストリートピアノが弾けるようになったら、まあそっちの方に行きそうです。まあとにかく近いですね。近いですよ。まあ平日はまだですね。何しゃべろうかな。ちょっとビールを注ぎますね。美味しいわ。いただきます。これね、韓国のお土産で買ってきたんです。先日これね、なんか引っかかりあるみたいで、今だけど外れなかったですね。これは韓国の地図ですね。これはソウルタワーです。ソウルタワーも登りましたね。雨降ってますけど、こっちはね、ちゃんと降りますね。じゃあもう一回いただきます。あ、美味しいです。また聞いてみますね。じゃあ
ただきます。今日のね、朝はね、カツ汁を作ってます。お酒のカツを使って、まあ僕は料理が好きなんでね、実は料理のチャンネルも開設しました。 YouTube でフードトラベル&クッキングだから、グルメとか旅行とか料理ですね、まあ、そういった関係の動画を、まあ、時間あったら上げていきたいと思います。今まで上げたのは、豚の生姜焼きと、餃子と、で今日はカツ汁を動画撮りました。まだアップはしてないですけどね、次回はね、湯豆腐を動画を撮ってみたいと思います。僕はね、湯豆腐が大好きで、関西のね、だし食べてるんですね、あれが大好きなんですよ。醤油と鰹節の部分、あれは醤油とみりんとお酒をまあ鍋に入れて、かつお節をね、ひと煮立てすると、ああいう味が出るそうです。でも、めんどくさいんでね、いつもレンジでやってます。まあ、レンジでも結構ね、かつお節の味も出るんで、美味しいですよ。湯豆腐だったらね、ご飯ね、すごい食べられますよ。湯豆腐、多分5丁ぐらいいけると思うんですよね。まあ、豆腐はタンパク質が豊富なので体にいいかなと思いますね。ストリートメアナですね。次回の動画どこで聞くかまだはっきり決まってません。どうかな、やっぱりね、あまりノイズのあるとかね、ちょっと聞きづらいんで、ノイズの少ない、まあ、人が少なすぎてもね、ちょっとあまり意味がないんでね、難しいところですけどね。笠置駅もやっぱり人口が少ないと言いますけど、もうどんどんしてんじゃないんでね、まあ弾いててあんまり気概がないからね、弾いてくれる人がいないからね、ここがいいからね。今考え中です。あとね、その響きのいいところがいいです。ストリートピアノって言っても、まあ、歌だって本当に人が大勢の中で弾いて聴いてもらう。もう一個はまあ周りに人いないけどもじっくりしてる、どっちかになりますよね。まあ、その場合によってやっぱりちょっと使い分けていきたいかなと思います。綺麗な音でね、録音したいときはもう一人いないので、この笠置町とか、エルト桜井とかね、なんかも人いませんもんね。神戸とかはね、すごい人が多いですね。両神戸でしたっけ、一回行きに行ったんです。同僚の若いバイオリンをね、弾く男の方で行ったんです。すごいやっぱり楽しいんですけどね、やっぱりノイズが多いんでね、後で聞くとちょっと聞きづらいっていうのがあります。その僕も iPhone だけで撮ってるんですけどね、やっぱり音が一番いいのは鍵盤から 1.5 メーターぐらいの距離の場所で撮るのがいいそうですね。あんまり離れるとクリアに聞こえないということです。で、あんまり近すぎるとガサガサという音になります。
しね。それから左の鍵盤の方に近くに置くと低音が消えた音になりますね。また反対に右側に置くと高音が消えた音になりますね。なかなか大きい場所で難しいですね。マイクが一つしかないですね。本当だったらその一番いいのはピアノの上にね2つぐらいマイクを置くのがいいらしいですね。まあ、そういう機材ございませんので、うん、iPhone1 台だけです。まあ、iPhone もね画像いいんで結構いいかなと思ってますよ。アフレート4とか画像の処理とか合成とか文字入れとかも全部ね iPhone でできますよね。すごいですよね。喋ろうかな。あ、この間のデイデイ車検、車検証が届きました。まあ、これで2年間は大丈夫ですね。ピアノの弾き方ですね。第1回目のストリートピアノの旅はね、冬か。あんまり覚えてないな。冬じゃないな。3月です。だから青春18切符という JR に行くね、あれで行きましたね。まず浜松駅のグランドピアノ、それから、グランドホテル浜松の館内にあるホテル、グランドピアノですね、これで行きましたね。それからその日は終了で富士宮という駅、富士山のふもと、富士宮駅の近くのゲストハウスに泊しまして、でゆっくり休ませていただいて、で翌朝、伊豆の方に行きました。伊東駅、さっき言いましたよね、東海館の、文化施設の中のストリートピアノに行きました。その後はね、ちょっともう、雨とか持ってきて、カフェで休憩してから、横浜の館内行きました。マリナードなんとかチャラっていうとこ、地下街なんですけどね、このストリートピアノ、そこでね、やたらうまいというかね、A 列車で行こうとかね、カップルみたいな連弾、2人でやってね、結構派手にやってた。結構僕やる気なくて、もうその日は新宿駅の近くのゲストハウスに泊まりました。まあその時はね、海外の旅行者も多かったんで逃げたんですね。それで翌朝、新宿から中央 本線になって、松本駅、これがね、すごい時間がありますね。結構ね、確定で止まったりするんですよね。あの時間ぐらいかかってましたね、あの時ね。で、松本駅では、待合室に座って休憩しながら聞いて、また休憩、こんな感じで行きました。だから、あそこは結構後から気づいたんで、結構ノイズが多くて、すごい聞きづらいですね。で、松本駅の構内にスターバックスがあって、これ動画編集したり、アップロードしたりしまして、で、携帯の充電もしまして、その後、京都に戻ったか。京都駅に戻りました。この距離もすごい距離です。
座ってるのがね、しんどくてお尻痛くて大変です。で、今日の天気で、実家でね、ここで寝まして、で、翌朝、妖怪市、滋賀県妖怪市アップラインピアノですね、ピアノ、そこに行きました。そこは何日かな、あ、まだまだ続くんです。で、妖怪市でピアノに行って、で、また実家泊まって、それで、あ、違うわ、間違ってるわ、松本駅から京都に戻って実家に戻って一泊して、次ね、四国の高松駅に行ってますね。これも限定のストレートピアノだったので行ってきますよね。そこはね、結構ね、常にピアノのそばにおられるお姉さんがいて、すごい見守ってくれてるんですね。僕なんかその管理側をしてるスタッフかなと思ってたんですけどね、そうではなくて、なんか時間があったらいつも聞きに来てますよ、歌いました。なのでいろいろ話したり、楽しいこともあったんですけどね、その頃はオリジナルをやってなくて、あの時はね、ストレンジャー・イン・パラダイスとイパネマの娘、ツーヤムですね、それを聴きました。これも動画アップしてるので良かったと思います。かなり失敗してますけどね、だからメロディーとコード譜を見て弾くだけなので、だからアレンジしながら僕は弾いていくんです、いつも人の曲はね、自分の曲もそうですね。だから弾いてる時にこう自分の思うように弾いていくとかね、自分なりに、そういうパターンなんですね。まあ結構ね、いろんなジャンルの人が聞きに来たりますね。クラシックのちょっと現代音楽みたいなすごい難しい曲を弾いてたりね、いろいろありましたよね。あとはね、高松駅結構人通りが多くて、立ち止まって聞いてもらったりして嬉しかったです。拍手もしてくれたんでね、よかったかなと思います。でね、そこの高松、四国は一泊したんですけども、こんぴら温泉に泊まりました。やっぱりその長旅で疲れたんで、ちょっと温泉に浸かってゆっくりしたいなと思いましたんでね、で泊まりました。で、翌日ね、昼ごはん、ちょっともうちょっと贅沢しておいしいもの食べたいと思って、高松駅から歩いて何分ぐらいかな、和食の店、いけすが、だから店入ったので、ね、プールみたいにいけすが魚が泳いでるんです。それをさばいてお作りにしてもらえるんですよ。それがね、めちゃくちゃ美味しかったですね。で、僕は刺身定食を頼んだんですけどね、刺身の盛り合わせと茶碗蒸しと炊き合わせと各水のとかね、デザート、フルーツとかもめちゃくちゃ美味しかったですね。新鮮ですね、やっぱり。そこはまた行きたいですね。刺身定食はね、1500円プラスで1650円ですね。あれはお得ですよ。めちゃくちゃ美味しかったですね。駅からちょっと歩くんですけどね、ちょっとインターネットで調べていろいろ探したんです。あの頃はね、コロナが、韓国の方が結構ね、コロナウイルスが感染して大変やったみたいですね。まだ日本はそうでもなかったんですよ。こんなになるとは思ってなかったですね。さっき言っといてよかったと思うんですよね。ではもう一杯いきます。失礼。
あ、美味しい。食べられます。このね、デザインが好きなんです、アウトランドビール。この木のデザインですね。ラベルも何も貼ってないんですけど、これが素敵ですよね。ちょっとほかすのもったいない感じですね。これね、まっすぐにしてたら、まあ、たくったら向こうに作るらしいです。泡の量が調整できますね。まあ、もう終わったか。500ml です。アルコール分 5%。キリンビール株式会社です。美味しいですね。僕はあのタイとかフィリピンとかね、韓国とか旅行よく行くんですけど、ね、ビール美味しいですよね。韓国のカスっていうんですかね、カスビア美味しいですね。フィリピンはね、あのレッドホース度数がね 6.9% でしたっけ。結構きついんですけども美味しいですの。ビールが日本瓶ビール、これはこれ40ペソぐらいだから100円ぐらいと思いますね。瓶返したらお金戻ってきますね。多分37ペソぐらいだと思いますね。タイのシンガーとかが効くしね。タイも欲しいですよね。やっぱ海外旅行も行きたいですね。釜山行きたいですね。お刺身が大好きなんでね、お刺身が食べたい。もちろん焼肉、釜山の焼肉も美味しいですよ。サムギョプサルとかね、美味しい。ホルモンとか美味しいですよ。なんか釜山屋台がいいですよね。屋台の飲み屋ね、ちゃんと座って飲めるカウンターって美味しいですよね。まあ、韓国の人とね交流できるのが楽しいです。ちょっと韓国語もちょっと喋れるようにならなかったなと思ってますね。ストリートピアノを語るということで、その話に戻したいと思います。ストリートピアノの旅第1回第2回と行いました。ぜひ第3回を、結構したいと思います。ただいつとかまだ分からないんですけどね。もちろん休みとかもね取らないといけないし、できたらまあ人がたくさんいるところでやりたいかなと思いますね。この動画にして録音して聞くためにはやっぱり他のね静かなところでやりたいんですけど、まあ楽しく行きたいですね。やっぱりストリートピアノだからね。前回は関東、信州、四国、関西行きましたので、多分もっと遠いとこかもしれないですね。東北とか北海道、夏ですのでね、やっぱり北海道の方がいいのかなと思います。北海道でもなんか異常気象ですごい猛暑になってるところもあるんでね、あんまり当てにならないんですけどね。まあ暑さとか関係ないんでしたら九州とか前回沖縄って言ってましたけどね、沖縄行っちゃうと他あんまり行きづらいんで陸続きなんですね。まあ近場でもいいんですよね。関西でね、
最近何とかできてるの、さっき言った六甲山サイレントリゾートホテルは行ってみたいね。あ、ラーメン行ってるな。この暑い時にラーメン、もうちょっとしたらピアノ弾きに行きますんで、ぜひ、見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた会いましょう。ありがとうございます。